ピュータの野郎。伊達、落ち着け。運転に支障が出る。事故を起こしたらイリスを救出できないぞ。イリスの現在位置は？わからん。じゃあ俺は一体どこに向かってるんだ。知るか。お前が勝手に飛び出してきたんだろう。携帯の GPS は？電源が切られている。じゃあ、万が一のためだ。どこか目立たない場所につけといてくれ。相棒、大至急モーマに連絡。了解。おお、伊達か。どうした？アセトンちゃんが、アセトンちゃんが拉致られた！伊達、ケンミー、罵詈雑言なら後でたっぷり聞いてやる。それよりも早くイリスの居場所を。例の冷凍倉庫がある場所だな。イリスの死体を見た。おい、聞こえてんのかこの野郎。分かった、助かったよ。俺もすぐに行くから待ってろ。いいな。小金横丁で襲ってきた連中だ。例の多国籍マフィアか。一体何人？敵がいるのはあそこだけではなさそうだ。倉庫前の一帯、随所に複数配置されている。可動式のバリケードが2箇所、倉庫の前に設置されている。可動式？動かすことができるってことだ。港の突き当たり、バンが止まってるな。中にはないな。確かめる方法は2つある。あそこまで歩いて行って窓をノックし扉を開いてみるか、もしくは私の機能を使って投資するかだ。間違いない、イリスだ。くそ、なんであんなところに。
理由はわからないが、ひとまず生存していることは確認できた。問題はどうやってあそこまで行くかだが。よし、それじゃ行くぜ。待て待て待て、バカかお前は。そのまま乗り込んで行っても蜂の巣にされるだけだぞ。え？相手は銃を持ってんのか。そうだ、それも一人や二人じゃない。アサルトライフルを持った奴らがうじゃうじゃいる。なんでわかんだよ、こんな暗えのに。おいおい、俺が金庫の中身を当てたこと忘れたのか。俺には超能力があるんだ。暗闇でも物が見えるし、物体を透視することもできる。マジだったのかよ、あれ。作戦を練る必要がある。協力してくれ。おう、もちろん構わねえが、その前にいくつか聞きてえことが。アセトンちゃんを連れ去った野郎、確かピュータとか言ったが、そいつの目的は何だ。多分オキウラに頼まれたんだろう。オキウラに？そういや、オキウラはアセトンちゃんを探してたんだったな。ああ、しかもそれだけじゃない。俺が別の平行世界でイリスの死体を発見したのはオキウラ水産冷凍倉庫だった。なんだか嫌な予感がするな。敵の連中はどうしてこんなところにアセトンちゃんを。港の突き当たりに止まった晩、その近くにオキウラ水産冷凍倉庫がある。もしかしたら連中はいずれその中へとイリスを連れ込む気なのかもしれない。今は何かを準備してる最中で、それが終わるまで外で待機してるだけなのかも。アセトンちゃんは突き当たりに止まった晩の中にいるんだったよな。そうだ。だったら倉庫の裏手の方から回り込んで。残念ながらそれは不可能だ。この港の周りは海に囲まれている。倉庫の前を突破する以外にバンの元へとたどり着く方法はない。チッ、そううまくいくわけはねえか。モーモは猟銃、ハンティングライフルを持っている。モーモ、そいつはおもちゃじゃないよな。当たり前だ、本物の銃だよ。一応警察官として言っておくが、銃刀法違反だぞ。これまでに何度も見せてんだろうが。そう固いこと言うな。多目的高機動装輪車、様々な用途に用いられるアメリカ製の軍用車両だ。もう、あの車は？うちの組のもんだ。軍の払い下げ品で、窓も装甲も防弾仕様になってる。非暴力主義的暴力団じゃなかったのかよ。そのためのもんだ。攻撃力を捨てるからには防御力を高める必要がある。なるほど、一応理にはかなってるな。作戦は決まったのか。ああ、そうだな。
ズキ、オルタ、お前ら、なんで？なんでって、伊達さんが連絡してきたんじゃん。私が二人にナイルしたんだ。どうして？伊達さん、もしもアセトンちゃんの身に何かあったら必ず連絡してよね。たとえどんなことがあっても絶対イリスを助けてみせる。約束だよ。ああ、約束だ。約束とはルールでありプロトコルだ。絶対遵守しなければならない。お前は社交辞令ってやつが分からんのか。分からん。何しろ私は AI だからな。そういう時だけ機械風吹かせるんだな。それに水木は有効な戦力になりよる。太田は玉よけぐらいにはなるだろう。ひどいな、お前。おい、伊達、何なんだよこのガキどもは。ガキって言うな。誰なのこのおっさん。同居人の小学生とラノベサッカーを目指してるニート、そんな奴らが一体何の役に立つって言うんだ。おっさんこそあんまり役に立ちそうに見えないけど。背だってなんかちっちゃいし。うるせえ、俺は別にちっちゃかねえよ。地球の方がでけえだけだ。何の説得力もないな。そういうおめえの方こそスモールサイズだろうが。僕は今第一形態だからね。関節が折りたたまれてるだけで本気を出したら3倍になるんだ。嘘つけ。おい、お前らよく聞け。ここにいるのは全員イリスのファンだ。ふっかふか。ミトンコットンアセトンちゃん、おいしそう。マトンクルトンアセトンちゃん、クラゲクープランクトンとアセトンちゃん。いいね。よし、みんなで協力してアセトンちゃんを奪還するぜ。おお、我ら今こそ団結の時。猛邁なる烏合の敵衆に目に物を見せてくれようぞ。おお、陸力強振、馬中強裁、不釈神妙、キュア整頓。おお、イリスの力は偉大だな。一瞬にして打ち解け合ってしまったぞ。狙い通りだ。作戦はこうだ。まず太田、お前はあそこにある輸送車を運転してくれ。窓は防弾仕様になってる。撃たれる心配はないから安心しろ。分かった。次にモーマ、お前には攻撃のサポートをしてもらう。俺と一緒に荷台に乗ってとにかく敵を撃ちまくるんだ。了解。最後に水木だが、お前は最終兵器として温存しておく。もし仮にニッチもサッチも行かなくなったら、お前の力を借りるとしよう。任せといて。おい、伊達、お前この子に何をさせようと。見かけによらず、こいつは百戦錬磨の強者だ。ちょっとやそっとのことじゃやられたりはしない。本当に大丈夫なのか？大丈夫だって。それよりも自分の心配をした方がいいと思うよ、モーマさん。以上が各自の役割分担だ。この布陣で敵地の本丸に向かって進行していく。目的地は言うまでもなく港の突端。停車しているバンからイリスを救出し、その後速やかに戦線を離脱する。何か質問は？
それじゃ早速だけど始めよっか。おお、一丁やったろうじゃねえか。必ずアセトンちゃんを取り戻してみせるぞ。せーの、えいえい、おお。Hey, look! Is that a tank? よし、始めるぞ。Kill them! くそ、敵が多すぎる。こっちの銃じゃ、とても追いつかないぜ。何か方法を考えないとな。だて、一つ作戦を考えた。どうせろくでもない作戦なんだろう。いいから聞け。お前、今懐にエッチな本を持ってるよな。とぼけるんじゃない。昨夜黄金横丁で連中とやり合った後、お前はこっそりと現場に戻り、路上に散乱したエロ本の一部を懐の奥へと忍ばせた。なんでそれを。私はお前の左目だぞ。気づかないわけがないだろう。とにかくそいつをあのドラム缶の近くに向かって投げるんだ。断る。は？プレミアがついてるお宝物の SSR なエロ本なんだ。絶対にこいつを手放すわけには。お前、イリスとエロスとどっちが大事なんだ。エロ。ああ、イリスです。だよな。だったら早くしろ。敵が動き始めた。あ、くっそくれてやら。What? Could it be the legendary?Oh, this is amazing! No one back home will believe me! Date, 今だ! あのドラム缶を撃て!泣いてる場合か!あのドラム缶には可燃性の液体が詰め込まれている。だから。ああ、もう、わかったよ。分かってる。
さっきよりも敵が多いな。もう爆破できそうなドラム缶はないぜ。いよいよ私の出番か。待て、はい、何が作戦は。ふむ、そうだな。伊達、ゆうべお前が手に入れたもの、他にもあるよな。だからとぼけるなって言ってんだろ。黄金横丁を撃ち落としたパンツとブラジャーのことだ。あれはその証拠品として。苦しい言い訳はやめてくれ。とにかくそいつをあのコンテナの真下に向かって。断る。なんでだよ。中目黒のキャバクラティーフブラウのレイカちゃんにプレゼントするから。だい他人が使った下着を。下着とワインは古い方がいい。フランスの有名なことわざだ。そんなことわざはない。おい伊達、何してやがる。このままじゃイリスが。伊達、わかったよ。投げりゃいいんだろ。投げりゃ。What the hell? This must be a gift from heaven! So wet, as wet as it gets! So dirty! Shameless, absolutely shameless! Yes, うまくいったな。あとは連中の真上にあるコンテナを落とせば。なるほど、あのワイヤーを打ち抜けばいいんだな。やれるか。任せとけ。では行くぞ。行くぞ。了解。ここで最後だ。ここを突破すりゃあとはもう。何か作戦は。じゃあ、私の出番だね。待て、水木。あのバカ。伊達、水木一人では無茶だ。分かってる。モーマ、援護を頼む。ノエ、ちょっと待っ。
じゃねえぞ。うらぁ。ありがとう。お迎えに上がりました、女神様。伊達さん。太田、作戦完了だ。かしこまり。伊達、さっきモーマと水木から連絡があった。どうやら3人とも無事らしい。そうか。はい、すっかり良くなりました。なんかいろいろ本当にすみません。礼ならあの三人に言ってくれ。俺はボディーガードとしては失格だ。お前を危険な目に遭わせちまった。そんなことないですよ。伊達さんがいなかったら今頃私はどうなってたか。だから本当になんて言うか感謝してます。何も。車の中では一言も口を聞きませんでした。多国籍マフィアの連中はいろんな国の言葉で喋ってたので何を話してたのかさっぱり。時軸の核って本当にあるんでしょうか。この神社に祀られてるっていう例の。はい、不老不死の木の実のことです。昨日も言った通り、俺はその手の話には興味がないんだ。そうですか。だがお前は平行世界やナイクスの話については信じた。それは俺がイリスのソムニウム世界を経験したからで。シンクの弊害だな。おそらくお前はイリスの病的な精神に感応してしまったんだろう。今更そんなことを言ってもどうにもならないが。
早めの方を見てるな。ええ、はい。暗いし、雨が降ってるからよく見えないですけど。よっぽど好きなんだな、あの花。そりゃ、私と同じ名前ですからね。アイリスが虹の女神か。あ、そうそう。その話を教えてくれたのも、おじさまなんですよ。またおじさまか。もしかしたらイリスが好きなのは、アヤメという花自体ではないのかもしれないな。私、おじさまのこと大好きだったんです。もちろんそういう意味じゃなくて、当時私は12歳でしたし、それにおじさまには交際してる相手が。お前の母親、瞳のことだな。あれ？知ってたんですか？いろいろと話を聞いたよ。お好み焼きを焼いてた時に卵や小麦粉を投げ合って全身ぐちゃぐちゃになった話とか。ああ、私が絵に描いた。そうだ。私たちはいつもそんな感じでした。ふざけ合ったりじゃれ合ったり。その時私小6だったのに、おじさまとは手遊びとかもしたりして。例えば、神社の神主さんとか。ただのお寺の和尚さんの替え歌なんですけどね。せっせっせーのよいよいよい、神社の神主さんがみかんの種をまきました。芽が出て膨らんで花が咲いたらじゃんけんぽん。やったー、勝った勝った。それがわからないんですよね。私はおじさまとしか呼んでなかったし、ママはファルコさんって。ファルコ？おかしいでしょ、外国人でもないのにファルコなんて。あ、それとも日本人じゃなかったのかな。なんか国籍もよくわからなくて。彼は私との交際を始める前に重い罪を犯していたのです。どうやら瞳はあの暗殺者89号と交際していたようだな。罰ゲーム、いきますよ。立って立ってよっこよっこ丸かいってちょん。89号は今、沖浦と一緒にいるはず。一体、何がどうなってる。まだ果たしてませんでしたね。約束？忘れちゃったんですか？私とデートしてくれたら日曜日のこと教えるって。ああ、もうデートは完遂されました。だから教えてあげます。日曜日の午前2時頃うちにやってきたのは。沖浦さんだったんです。なんだって。沖浦さん、とても具合が悪そうで、多分怪我のせいだと思うんですけど、その時私
沖浦さんが事故に巻き込まれたことなんて知らなくて。沖浦さん、汗をダラダラと流しながら苦しそうな顔で言ったんです。一緒に来てほしいって。なんかものすごく切羽詰まった感じで、私断ることができなくて。それで沖浦さんのレンタカーに。着いたところは人気のない廃墟のような場所でした。沖浦さんは車を降りると、私の手をぐんぐんと引いて奥の方へ連れて行こうと。私なんだか怖くなって、沖浦さんの手を振りほどいて逃げ出したんです。沖浦さんは私の恩人なんです。小さい頃からずっと面倒見てもらってましたし、レムニスでもお世話になりっぱなしで、信じたかったんです、沖浦さんのこと。たとえどんなことがあっても悪いことをする人じゃないって。そもそも沖浦さんは私に対して何かをしたわけじゃないですし、ただ夜中の2時にやってきて私を廃墟に連れ込もうとしただけで、もしかしたらそこには綺麗な花が咲いていて、沖浦さんはそれを私に見せようとしただけなのかも。もしかしたらネット番組のドッキリ企画か何かで沖浦さんは私を引っ掛けようとしただけなのかも。そう思ってました。思い込もうとしたんです。でも伊達さんから話を聞いてるうちに、沖浦さんのこと信じられなくなって、やっぱり沖浦さんはナイクスの関係者で、それで多分私のことを。わかりません、連絡を取ってないのは本当のことです。うちには帰りませんでした。また沖浦さんが来るんじゃないかと思ったので、日曜日は夕方までいろんなお店を転々として、ファミレスとか喫茶店とかネカフェとか。沖浦さんから連絡が来るのが怖くて携帯の電源も切ってました。それから夜になって、確か7時ぐらいだったと思いますけど、携帯の電源を入れてみると、瑞希ちゃんからナイルがうちに泊まりたいって。私は瑞希ちゃんと待ち合わせをして一緒に家に帰りました。瑞希ちゃんがいれば心強い、そんな気持ちもあって。イリス、最後に一つだけ聞かせてくれ。そこはどこなんだ？沖浦がお前を連れ込もうとしたその廃墟のような場所っていうのは。8年前爆発事故を起こして閉鎖された樺崎地区の化学工場です。ここで間違いないな。はい。沖浦はどこにお前を連れて行こうと。奥にある扉の方です。シンクシステムの装置だな。だがアビスにあるものとは少しだけ構造が異なる。もしかしてピュータが言ってた。
昔は千葉の家系圏に試作版が置いてあったんですけど、6年前に強奪されてしまったんです。だが、なんでこんなところに。おい、どうしたんだ、イリス。イリス、イリス、しっかりしろ。伊達、イリスのバイタルサインが危機的な状態にある。なんでだよ、どうして。詳しいことはわからない。だが、多分原因は脳だ。脳の一部が機能不全を起こしている。このままではイリスは。分かった、とにかく病院へ。無駄だ、今連れて行っても間に合わない。おそらく持ったとして10分か15分か。なんでわかんだよ。私の機能を使って解析したからだ。病状から考えて、間もなく彼女が絶命することは間違いない。そんな。シンク。え、シンクだよ。イリスは頭に潜るんだ。そんなことをしても脳の障害は。違う、そうじゃない。2日前、冷凍倉庫でイリスの死体を目撃した。その後、俺たちは瀬島の脳内で、奴のソムニウム世界でイリスを助けた。するとどういうわけか、現実世界のイリスが蘇っていて。きっと伊達さんは、私が生きてる平行世界にジャンプしたんですよ。多分それと同じことをすれば、イリスを助けることが。頼む、アイボン、協力してくれ。それは命令か。そうだ。ならば仕方がない。私の任務はお前をサポートすることにある。時間がない、すぐに始めよう。伊達、この装置は試作版だ。さっきも言ったが、アビスにあるものとは構造が異なる。だから何だって言うんだ。初期設定の方法がわからないんだよ。おそらくどこかにマニュアルがあるはずだ。まずはそいつを見つけ出す必要が。これだ。まさか、そんな。さて、準備はいいか。ああ、始めてくれ。またイクラマン不都市か。前にイリスにシンクした時と同じように見えるが、雰囲気がおかしいな。ふむ。そういえば、いつもの奇妙な登場は？さすがに今回は遠慮しておいたぞ。遊んでる場合でもないだろう。
そんなことよりイリスを助けたいんだろ。なら急いだ方がいい。とは言っても何をすればいいのか。この世界の主にでも聞いてみるか。ソムニウムの中でも意識を失ってるのか。それだけ危険な状態ということだろうな。うわっ！今のは？そう。だが今の言葉を頼りにするしかなさそうだ。時軸の核の木の実。木の実なんてどこにも見当たらないが。まずはこの光の筋をどうにかすればいいような気がするぞ。あの石碑、前にも見たことがあるが、確かあの時は。ソムニウムスキャン開始。卵型の石碑だ。俺には角砂糖にしか見えないが。なるほど、ここに乗せればちょうどこの光を遮ることになるな。昔何かの映画でそんな場面を見たような気がしてな。前に見たことあるってそっちかよ。昨日イリスにシンクした時の話じゃないのか。いいから置いてくれ。あれ、思ってたのと違う。いや、これは。なるほど。何か分かったのか。これは五芒星になるのかもしれない。なるほど。となると、あとはそこだな。おそらく長寿屋だ。どれどれ、ん、何かあるぞ。石碑だ。光に当てれば五芒星が完成するな。やってみてくれ。なんだ？前にも現れたが、イリスの不安の象徴なのかもしれないな。うわ！あいつらをどうにかしないと、木の実を探すどころじゃないぞ。どうにかと言われてもどうすればいいんだ。あいつらはこの五芒星が完成するのを嫌がっているように見える。それで長寿屋と神崎あやめ、二つの台座を攻撃したのか。だが灯籠は攻撃されていない。つまり何らかの理由で手が出せないということだろう。本当にそうか。他に手は、少しでも可能性があるなら試してみるべきだと思うが。確かにお前の言う通りだ。おそらくこれまでのことから考えて五芒星を作ることができればいいはずだ。だが攻撃の影響で灯籠の配置が変わった、というか増えている。のんびり試行錯誤している時間はないぞ。よく考えてくれ。
頭に何も乗っていない灯籠だ。よっこい小籠包。なんだそれは。張り詰めた空気を少しでも和らげてやろうと思ってな。心遣いはありがたいが、俺なら大丈夫だ。そうか。ゴボウ星が完成したぞ。世界が壊れていく。イクラマン・フトシの世界が消えた。私の姿も元に戻ったぞ。イリスはこの世界の中ではまだ無事のようだが。トビヒグマ君の機能を与える。さすれば特有の命授けられる。ヤシロの扉が開いたぞ相棒。もしかしてそれが時軸の核の柑橘系の果実の種のようだが、しかしこれだけではな。周りの果肉の部分がないと意味がない。さっきの声は時軸の核の木の実と言っていた。だからてっきりクルミとかアーモンドとかそんな感じのナッツ類だと思ってたが。いや、一説によると時軸の核というのは橘によく似た植物らしい。橘はみかんかみかん属の常緑症候木で柑橘類の一種だ。したがってその実はナッツではなくフルーツということになる。言うまでもなく、フルーツというのは種の周りの果肉の部分を食べるもので。種だけでは意味がないと。ここは夢の世界だ。もしかしたらどこかに植えれば急速に育つかも。アイボン、焼き畑農業って知ってるか？なるほど、そこなら。芽は出たな。方向性は間違ってなさそうだ。灰がすでに肥料になっているとして、あと必要なのは上手屋だが、なぜ壊れていないんだ？ここはもう、イクラマン・フトシの世界ではないんだぞ。いや、そこにツルハシが落ちてるから。ツルハシ？本当だ。なぜ？ツルハシの見た目もおかしいし。ここでこのツルハシを使ってほしいからイリスが残してくれたのかも。とにかくやってみよう。
これが時軸の核の木の実か。これをイリスに渡せばいいんだな。ああ、急いでくれ。待ってろイリス、俺が今助けてやる。イリスが気を失っている。よかった、気がついたみたいだな。伊達さん、今まで本当にありがとう。え？何言ってんだよ。私もう死んじゃうんだよね。バカなこと言うな。俺はシンクしてお前を助けたんだ。ここはお前が生き続けていられる世界なんだ。私まだ死にたくない。死にたくない。死にたくないよ。だってせっかく伊達さんに会えたんだもん。もっと伊達さんと一緒にいたかった。いろんなとこ行きたかった。だったら連れてってやるさ。歯舞台だろうと、しこたんだろうと、エトロフだろうと、国後だろうと、どこにだってお前の行きたいところに。本当に。当たり前だろ。お前は死なない。絶対に死なない。そっか、そうだよね。よかった、私死なないんだ。ずっと伊達さんのそばにいられるんだ。そうだよ、当然じゃないか。ずっとずっとこれからも永遠に生き続けるんだ。それで大人になって誰かと結婚して子供を産んで、
その子供を俺が抱っこしてやるんだ。伊達さん、ありがとう。私この数日間本当に楽しかった。お願い伊達さん、私を置いていかないで。伊達さんの背中あったかい。私前に伊達さんと会ったような気がするんです。じゃあデートしてください。イリスはギリシャ神話に登場する虹の女神のことで、私頼れる人伊達さんしかいないんです。伊達さん、芽が出て膨らんで花が咲いたらじゃんけんぽん。伊達さん、最後に一つだけ聞かせてください。もしかして伊達さんは、伊達さんはあの イリス、ダメだダメだ、死んじゃダメだ。頼む、イリス、イリス。